小金井市立、ぬくい北センターは、東京都小金井市、ぬくい北町1-11-12にある地域センター。1階に、図書館とカフェがあり、2階に、公民館がある。小金井市立、ぬくい北センターは、小金井市内で23年ぶりに新設された、市内4カ所目の地域センターである。愛称は、市民からの応募で決定した。毎月第一火曜日。 第3火曜日、年末年始、臨時休館日、NPO 法人市民の図書館、公民館校が、令は、北町センター内の図書館と公民館の運営を、小金井市より、自宅運営という形で行っている、特定非営利活動法人である。2016年2月現在、役員は、理事が17名、幹事が2名となっている。また、職員は、図書館が18名、 公民館は7名、事務局は2名となっている。他図書館、公民館に設置されているラックで様々なイベントへの告知も行われている。毎年3月に行われ、様々なイベントが実施される。小金井市立図書館、抜く生きた文室は1964年に開館した小金井市立図書館の3つ目の文室で、2014年4月に小金井市、 ぬくい北町1の11の12に開設された。館内は、一般所コーナー、自動書、コーナー、やコーナーに分かれており、一般所コーナーに併設する閲覧席は、個々のブースに分かれており、パソコン用電源も備え付けてある。自動書コーナー内にはお話し室があり、紙芝居の読み聞かせ等も可能である。企画展示に関しては、一般所、自動書は、入り口近く、やかは、 やコーナーで行っている。またビブリオバトルやぬくきたリーブル等の読書会で取り上げられた本も展示されており、利用者と図書館の距離が近いのも特徴である。当館が開設するまでは、小金井自然域を回る移動図書館、青空号が走っていたが、当館開設を機に姿を消した。小金井市立公民館、ぬくい北文館は、 東京都小金井市、ぬくい北町1の11の12にある、小金井市立、ぬくい北センターの2階にある。2014年4月に北町センターの開館とともに、開館した。2016年3月31日まであった、福祉会館内にある公民館本館を含めると、市内6つ目の公民館となる。公民館、ぬくい北文館には、スタジオ等を除くと、主に10の部屋がある。 学習室 AB、学習室 CD、生活室 AB の同時利用が可能である。また、それぞれがパーテーションによって仕切られている。他にスタジオ、若者コーナー、フリースペースがある。スタジオは防音室となっており、バンド等の練習が可能である。若者コーナー、フリースペースは終日開放されており、予約が不要な上、自習やミーティング等に利用可能である。 ありがとうございます。